サムラ塾のことです。今日はですね、今九時半ば海岸に来ました。ちょっと曇ってますかね。はい、今日はですね、茨城キリスト大学さんの方にね、学会講座行きましてね、まあ、そちらの、帰りね、九時半ば海岸ね、来ましたね。で、これからね、まあ、戦略としてね、またいろいろこれから考えていこうというふうに、思ってますけどね。まあ、大体ね、まあ、ここ2、3日ぐらいでね、ちょっとまあ一つのね、まあ、新商品というかね、まあ、新サービスですかね。それが、おぼろ系なくでもね、まあ、ちょっとイメージング、してきましたんでね、まあ、ちょっとホームページの方にもね、新しいサービスとしてね、アップしていこうというふうに、ね。で、まあそれによってね、まあ種まきをして、まあ1年後ぐらいですね、ちょうどね1年後ぐらい、もうちょっと早いですかね、まあ10ヶ月後ぐらいね、には、そちらのねサービスの方でもね、まあ一つのラインとしてね、持っていこうというふうに経営戦略をね、練りました、ね。まあうまくいくかどうかはね、ちょっとわかりませんけどね、やってみないとね、うん、まあひとまずチャレンジと。いうことでね、やっていこうというふうに思ってますね。まあ、今日もね、Facebook の方にね、投稿したんですけどね、やっぱりこう経営者はね、孤独ですからね、うまくいくかどうかわかんない、ね、経営戦略ね、それも考えつつですね、答えのない中ね、考えつつ、でその経営戦略にのっとった戦術ですね、それも実行していきですね、うん、で力強くね、利益を稼いでいくと、ね、でその、ね、得た利益からね、まあ、税収顧問料であったりですね、まあ、その他もろもろの、ね、コストを払うわけですよね、うん、だからまあね、ある税収の方の Facebook の記事だったんですけどね、まあ、コメントをしましてね、まあ、経営者はみんな孤独ですと、いうところでね、まあ、僕はね、そういった経営の悩みとかね、解消できるかとかちょっとね、わかりませんけどね、でも孤独っちゅうね、悩みは解消できますからね、まあぜひお茶でもっちゅうね、ちょっとコメントを、打ったんですけどね、うん、まあそういったね、経営者っていうのはみんな孤独ですからね、幕引きかな、どうかなっていうね、そういったこう迷いをね、渇きに抱えながらね、それでも力強くね、必ずこれはうまくいくんだと、ね、信じ切ってですね、突き進むと、ね、それが経営者ですね、うん、もう本当に答えないですからね、試験だったらね答えがありますからね、簡単なんですけど、それに向かってねやっていけばいいだけですもんね、そういった意味では簡単なんですけどね、まあ、こういった実践系っていうのは答えがない中でね、みんな悩み苦しみで、これだと、おそらくこれいけるだろうと、ね、いうその仮説の仮説ですよね、その段階のレベルであってもね、力強く、自分だけは自分のことを信用して、信じて、走り続けるとね、そういったね、強さがねないとね、メンタルのね強さがないとね、なかなか経営者というのは務まりませんからね、そういった部分ですよね、経営戦略、そのためにもね、経営戦略の、まあ、精度を上げていくと、ね、いうのが、まあ、非常に大事だと、ね、いうことでね、まあ、社長塾とかね、そういうのも、やってるわけですけどね、まあ、僕自身のためっていうのもかなりね、ありますから、つかほとんど僕自身のためにやってるんですけどね、社長塾っていうのはね。で、まあ、インストラクターをね、何回も経験してね、そこから経営戦略、ね、のセミナー講師とかね、まあ、できるように、ランチェスターの、ね、戦略の、セミナー講師とかもね、できるようにっていうことで、まあ、社長塾やってますからね、そういった意味でね、しっかりと経営戦略をね、学んで、ね、やっていったのがね、まあ、非常に良かったかなというふうに、今ではね、2年前ですけど、スタートしたのね、思い始めましたね。まあ、経営戦略の、ね、精度も、ね、高めて、でなおかつ、ね、メンタル面ですね、こちらは、まあ、応用スポ心理学ですね、それをベースにした、あ、まあ、僕の場合辻メソッドと、ね、辻先生のメソッドですね、それをベースにしてね、やってますけどね、そちらの方も、まあ、両輪でね、少しずつ鍛えていてですね、その代わり、徹底的に鍛えて、少しずつであるけど徹底的に鍛えてですね、メンタル面もね、強化していくと、そういったね、まあ、経営者に、ね、とって必要な、資質ですよね。それは、まあ、僕みたいな凡人はね、やっぱり
練習でね鍛えていくしかないですからね、うん、だからそういったね部分でやっていこうというのがまた改めてね、感じましたがね。はい、ということでね、今日もまた経営戦略をね、練っていきたいと思います。はい、では以上です。